プロサッカー選手の遠藤啓太です。ガリレアの PC でオフの日にはゲームをしてリラックスしたり語学の勉強をしています。今はドイツでプレーしてるんですけど、本当コロナ禍で家にいる時間がすごい多くなったので、ドイツ語の勉強だったり英語の勉強をガリレアの PC を使ってやっていますし、本当コミュニケーションを取るっていう意味でも選手とゲームをする機会はすごい増えるし、自分の得意なゲームだったり向こうの得意なゲームで一緒に時間を作ってもらって、まあ、ゲームを通じてコミュニケーションを日々取っています。結構本当ドイツの選手ってみんなゲーム好きで、それこそ FIFA のゲームだったりマリオカートとかもそうですけど、みんなやってて、で結構実力もすごいみんなあって、まあ、僕もまあ腕には結構自信があったんで、ゲームの腕には。それでまあ、なんですかね、コミュニケーションのツールとして、最初それで仲良くなれればいいなっていうので、対戦とか結構してましたね。FIFA がやっぱり多いですね。FIFA20 とか21が多いのと、あとはまあ、スイッチのゲーム、ダイランとスマッシュブラザーズだったり、マリオカート、ポケモンですかね。やってますね。はい、遠征の時とか、本当みんな持ってくんですよ。機械とかをゲームの機械とかだから部屋に行けばゲームできますし、で最初の方はコロナがなかった時は2人部屋だったんで、その同部屋の選手が FIFA のゲームやってたりとかフォートナイトとかやってたりして、結構対戦したりとかしてましたね。やっぱり言語も違うし文化も違う中で、まあでもゲームってやっぱり同じじゃないですか。ルールも一緒だし、国が違うからといって変わるものはないので、そういう意味では同じカテゴリーの中で仲良くプレーできるんで、本当コミュニケーションを取れるかなとは思いますね。でもやっぱまあ性格って出るなとは思いますね。やっぱゲームになんかやっぱ負けず嫌いなんで、ドイツの選手とか海外の選手って、だから負けないゲームは多分やらないっていうか、やるぐらいなら強くなるっていう感覚なんで、ちゃんとみんな腕はありましたね。強かったですね。 YouTube とか見れば強くなれる方法はあるし、そういう知識もたくさん載ってるんで、まあ、努力次第でいくらでも強くなれると思うし、まあ、どこまでのめり込めるかっていうところだと思うんで、俺多分人より YouTube 見てる時間めちゃめちゃ長いと思いますから分析っていうか、まあ攻略ですね。やっぱ勝ちたいじゃないですか。勝ちたいし、あっと言わせたいっていう気持ちがあるんで、やるからにはやっぱ1位取りたいし強くありたいんで、レートみたいなのが今出るじゃないですか。ああいうのってやっぱすごい、だから大事だなと思いますね。あれがあるからこそこう張り合いがあるし、上に行こうと思えるんで、すごいなんかゲーム評論家みたいな感じになってあれですけどいやすごいんですよ。やっぱ一回出たんですけど、神奈川県の大会みたいな、もう手汗すごかったですもん。もう勝ちたくてどうしても、で勝った優勝したんですけど、なかなか本当試合と同じような緊張感が本当になって、でまあ負けたら終わりだしとか、いやあれはなかなか面白かったなって感じですね。そういう e スポーツにかけてる選手も自分らと同じように、こう自分らがサッカーの試合に出るときと同じような気持ちでそういう大会に臨んでるのかなとは思いましたね。いや僕だからその気になればいつ何時間でもやれるんですよ。ゲームによってはモンスターハンターポータブルとかあるじゃないですか。モンハンとか多分あんな無限にできますよね、はい、でもまあさすがにサッカー選手だしっていうんで、他に勉強とかやることあるんで、ちゃんとメリハリはつけてますけど、その気になればやっちゃう人ですね。ドイツで過ごしてて、ロックダウンでスーパー以外行けなかったんで、ショッピングモールだったり基本的にそういう施設に行けなかったので、家で過ごす時間がすごい多かったので、そういう意味ではすごい助けてもらったというか、まあ、ゲーム好きだったのですごいメンタル的にも助かったかなと思います。まあ、ゲームしすぎはさっきも言ったら良くないと思いますけど、時間を守ってやればポジティブなものだと思いますし、まあ、僕にとってはこのコロナ禍で家にいる時間が多い中でガリレアの PC があることによって時間をたくさんそれに費やすことができましたし、時間を作れたのですごいありがたかったですね。存在として技術の進歩がすごいなと思いましたね。なんか PC 一つとコントローラーつなげばできるっていう、あとはまあネットワークの環境とかあればできるっていうのはすごい最先端だなと思いました。持ち運びが簡単ですし、やっぱりそんなに大きくはないんですけど、まあ、持ち運びにすごい便利だと思いますし、スタイリッシュでめちゃめちゃハイスペックだと思いますね。あとは相手チームの試合、サッカーの試合とかでもダゾーンとかで見れたりするんで、でチームの人が対戦相手の選手の動画だったりも送ってくれるんで、それでこう見たりとかもできました。普通に PC としてもすごい有能な PC ですよね。あれ
で、まあ、将来的にサッカー選手辞めた後おそらく何かしらの仕事に就くわけじゃないですか。って考えるとエクセルとかそういうツールあるじゃないですか。ああいうのを練習しときたいなとは思いますね。なんか何でも多分できますよね、自分手に職つける意味では。